んにちは、鹿島の響き肉です。世間は春休みということで、ここ数日のうちにご家族やお友達とドライブを予定されている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。せっかくのドライブならね、こう車内にいるうちにも楽しみが何か一つ欲しいということで、今回の企画はこちら。ドライブにぴったりなのはどれ？都内の有名おにぎり店巡り。おにぎりって結構こう手軽に食べられるので、自分のスペースがこう狭かったり揺れたりする車内なんかにはぴったりなんじゃないかなと思って、今回の企画を思いつきました。今日おにぎりを買うのは、皆さんが一度は耳にしたことあるであろう有名店、ボンゴ、ヤドロク、そしてマルトヨの3店舗ですね。それでは早速行っていきたいと思います。はい、それではマルトヨの近くに到着したということで、早速買いに行っていきたいと思います。あ、これだね。中央区築地のおにぎり屋マルトヨ、午前6時から営業しているので朝ごはんにもぴったりです。はい、ということで僕たちは10時ごろお店に着いたんですけども、残念ながら並ぶことすら叶いませんでした。かなりの混み具合でしたね。こちらマルトヨはおにぎりの他にもマグロ巻きも有名だそうです。次回はリベンジしたいと思います。マルトヨさんに並べなかったっていうことで、近くにあったお芋屋さんに寄ってきました。高級芋菓子清水築地本店ですね。こちら焼き芋ブリュレパフェ、あとスイートポテト、それから大学芋、結構買いすぎちゃいました。でもこの焼き芋ブリュレパフェなんかはカップに入ってるんで、ドライブ中にもねすごい食べやすくていいんじゃないかなって思ってます。はい、ということでボンゴの近くまでやってきました。早速おにぎり買っていきたいと思います。豊島区大塚のおにぎり屋ボンゴ、行列のできるおにぎり屋さんとして有名なこちらですが、電話予約をしておけば列に並ぶことなくすんなり受け取ることができました。今回は公式ホームページに店長のおすすめとして載っていた鮭、すじこ、卵黄醤油漬け、生たらこ、メンマヨクリームチーズを購入してみました。はい、ということでボンゴさんのおにぎり買ってきました。今回僕は卵黄醤油漬けを食べていきたいと思います。こちらボンゴのおにぎりの中でどうやら有名な具らしいんですよね。それではいただきます。うわー、これすごいね。めちゃくちゃ濃厚。本当にこのなんか意外と醤油漬けって言ってるから、なんかこう結構濃い味なのかなと思ったけど、あっさり味で、卵がトロトロで最高です。めちゃくちゃ美味しいです。こちら予約の時におにぎりを入れるパックの大きさ選べたりとか、あと箸をいただけたりとか、結構自由度が高いなと思いました。その他のおにぎりはスタッフ一同で美味しくいただきました。スタッフの感想はこんな感じ。それでは最後にヤドロクに行ってみましょう。はい、それではヤドロクさんの近くに到着したということで、早速おにぎり買っていきたいと思います。行きます。台東区浅草のおにぎり屋ヤドロク、東京で一番古いおにぎり屋とのことです。はい、ということで僕たちは12時半頃にお店に到着したんですが、30分ぐらい待っておにぎりを手に入れることができました。はい、買ってきました。こちらが本日2個目の、ヤドロクさんのおにぎりですね。さっきのねボンゴのやつ比べると、こっちの方がちょっとコンパクトなんで持ちやすさはあるかもしれないですね、こっちの方がね。今回は、山ごぼう、しそ漬け、昆布、紅生姜、生姜味噌、葉唐辛子の6種類買ってきました。結構ね珍しい具が多いんじゃないかというところで、早速食べていきたいと思います。でもね、ヤドロクさんのおにぎりこちらはですね、海苔別のタイプになってますんで、食べる前に海苔を巻いて食べていきたいと思います。これ、ね、パリッとしててうまいですよね、あと海苔タイプ、ね、いただきます。めちゃくちゃうまい。うん、今の多分生姜なのかな、サクサクっとしてて、しかも結構濃いめの味で、意外とさっぱりしてるね。しかもちっちゃいからさ、ちょうど持ってそんなボロボロこぼれないし、食べやすさもあって、こちらの生姜味噌、いやこれ最高っすね。その他のおにぎりはスタッフ一同で美味しくいただきました。
スタッフの感想はこんな感じ。いかがでしたでしょうか。いやー、どのおにぎりもめちゃくちゃ美味しかったですね。まあ、特に僕がお気に入りだったのはヤドロクの生姜味噌、これめっちゃ絶品でした。そして今回思ったのは、おにぎりってやっぱりドライブ中でもすごい食べやすいですよね。片手持ちでもいけるし、自由度が高くてやっぱいいですね。それに道中こう有名なおにぎりを食べるっていうイベントが追加されるのも楽しいなと感じました。そして樫村ではカー用品をたくさん扱ってますんで、ぜひおにぎりと樫村製品をお供に春休みのドライブに出かけてみてはいかがでしょうか。ちなみに今回の撮影で我々も AK120 ミニトレー付きリアポケットを使ってみました。おにぎりのねパックがちょうどぴったり収まるサイズ感でめちゃくちゃ使いやすかったです。詳しくは概要欄をご覧ください。この動画いいじゃんって思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。